ジョシュア・ウォオレン・ビッターズは、アメリカ合衆国、カリフォルニア州アナハイム出身のプロ野球選手、ウトウミギウチ。独立リーグアトランティックリーグのブリッジポートブルーフィッシュに所属。兄のクリスチャン・ビッターズも、元野球選手で、オークランドアスレチックスのマイナーで4年間プレー経験がある。2007年の MLB ドラフトで、シカゴ・カブスから1巡目指名を受け、 契約金320万ドルで入団。プロ入り後は、球団の方針で、マイナー各階級を駆け足で昇格し、2010年には20歳で、A 級テネシースモーキーズまで昇格した。しかし、早打ちの傾向が改善されず、ドラフト時に期待されていたパワーも、十分に発揮できずに評価を落としてしまった。2012年の開幕前、ビッターズは、 MLB 公式サイトからカブス内で11位の有望株とされた。この年はパシフィックコーストリーグのトリプル a 級アヨアカブスで打率304、17本塁打を記録し8月5日のロサンゼルスドジャース戦でメジャーデビューを果たした2013年はメジャーでのプレーはなく1年間マイナー暮らしに終始した2014年3月3日に カブスと一年契約に合意した。11月4日に FA となった。2015年2月1日にコロラドロッキーズとマイナー契約を結んだが3月31日に解雇された。2016年3月15日に独立リーグアトランティックリーグのブリッジボートブルーフィッシュと契約。ありがとうございます。